皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。だいぶ久しぶりの動画です。本当にすいません。いろいろ、リアルな質問事情がありましてですね。一応ですね、ちょっとこれ、お知らせかけます。ここまで、仮面ライダー、セーバーと、あれだっけ、仮面ライダーのやつですけど、ちょっと感想日をちょっと変えてやりますので、ちょっとだけグループに変わるとかっていきますけど、ちょっとだけお休みの、感想の話をお休みさせていただきます。リアルにしたらあんまり疲れない程度のことを取らないといけないので、そういうのが、編集した動画が上がるはずなので分かるはずです。ということだけお知らせします。今、詳細と、大きいイベントごと今やっておるので、ちょっとだけ時間かかる感じです。なので、今、こういう感じではないですけど、遅れるよという話でした。そして、今年から、シンカリオンジェット始まりますよっていうやつをしたと思いますが、動画を撮りたいと思います。感想いかにあれございます。あ、ちなみにちゃんと違法じゃないとこから見てます。Amazon の、もアニメストアさんの、Amazon 視点で見てます。で、間違っても、こいつ捨てなくなってるなって言わないでください。ポケモンも同様ですので、ポケモン返しもちょっとお待ちくださいって言い合わせて、同様なので。で、まず、1話と2話ですね。見ました。1話で、シンクリオンの運転手、なんだろうね。伝説のシンクリオン、似た部分があるなって思って。あれはファッションとかは変わらないですけど、だから俺似てるなと思ってる部分で、迷い込んで運転手になったっていうのは贅沢じゃないですか。お父さんを探して迷い込んで、シンカリオンになったっていうのは事実じゃないですか。そんな感じだったと思いますけど、今作のはなんか、あれです。見出されたんだけど、なんかそのまま研究所の人に、してやるのかなって、それが1話の感想かな。2話は2話で、なんとかいう感じやろうっていう、初心と研究所とのやりとりある。それも変わらない気がするんですよね、なんか見てると。もしかしたらどっかでですよ、俺、敵東京やらなそうな話とか、それかわかんないですけど、もしかしたら、流行ってくるんですよ、出てくるんじゃないかなって一瞬思いました。例えば、バラバラになってたら、公園で行くとかさ、そういうイメージはつくんですよ。大人になってもシンカリオンは乗れず、なんて言ってんの、忘れちゃったけど、言ってんですよね、隼人君のお父さんが、なんて言ったら、ちょっと抜けでおるんですよ、あれが。ただ、とにかく、シンカリオンはいいぞということだけ、思いますとにかく、今、テレビ東京系では2話放送ですが、地方によっては変わるんですが、エアープニさんの方、オプニシさんの方でもやります。それが、来週の放送なんですよ、ね。来週の4月25日から放送です。一応、概要欄にですね、新カリオンジェットのリンクを貼るので、どうしようと思います。概要欄に、
近というよりも、もう一つ、前々から話してはいましたが、まあ、Facebook やら何やらでも書いたんですが、仕事場の動画始めましたということで、皆さん、概要欄に仕事欄のリンク貼るんで、見てください。チャンネル登録者いっぱい目指してます。じゃないと、うちの編集スタッフに書きますんで、お願いします。ということで、一応宣伝も兼ねた動画でございますので、一応二つ目、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。